り出して、なんとこのステージにサイクロンインターフェスターが登場してくれるんだよ。早速みんなで呼んでみようと思います。お姉さんがせーのって言ったら大きな声でドライブヘッドって呼んでほしいんだ。準備はいいかな。せーの、ドライブヘッド。今から少しだけ見える機動救急警察ハイパーレスキューは、人知を超えた災害や事故、複雑多様化した犯罪に対応すべく、警察、消防、救急に特化したマシン、ドライブヘッドを開発した。絶体絶命のピンチを救うため、ドライブヘッドはあらゆる危険の中に飛び込んでいく。事件発生、おーレスキュー。ドライブヘッドの映画の制作が決定しました。2018年8月公開です。ドライブヘッドたちが映画館でも大活躍。さらに2018年1月20日よりアニメ新シリーズ無料配信スタート。毎月第3土曜日はドライブヘッド新作を配信します。活躍し続けるドライブヘッドにご期待ください。絶対見たい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 。ドライブヘッドの映画見たいよね。それではみんなには特別最新の映像を見せちゃいます。それではどうぞ。多様化する災害や犯罪にトミカから生まれた最強ヒーロードライブヘッドが立ち向かう。僕の名前は車だゴー。ドライブヘッドのドライバーなんだ。この街の未来は僕らが守る。テレビアニメで大人気のドライブヘッドがこの夏スクリーンで大活躍。新幹線変形ロボシンカリオンも登場。敵か味方か。映画ドライブヘッド8月24日ゴーレスキュー。8月24日から公開のドライブヘッドの映画をみんなお楽しみにね。待ちきれないよっていう友達のみんな、向こうのプレイチケット売り場でも前売り券を販売しています。ぜひチェックしてね。カプロンインターフェスター、まだまだ伝えたいことがあるんだよね。もう一度前のスクリーンに注目。宝トミー、ドライブヘッド02マーク3、アスターバックドラフト登場。リベットガン、レスキュードリル、フレイムジェットファイターとシンクロ合体。いつでゴーレスキュー。アスターバックドラフト映画公開決定。とってもかっこいいよね。ドライブヘッド02マーク3、アスターバックドラフトは向こうのオミカマーケットで好評販売中です。こちらもぜひチェックしてね。さあ、向こうはアイクロンインターセプターが来てくれてるのでお願いしたいことがあるんだけど、いいかな。こんなにたくさんのお友達が見に来てくれたんだから、かっこいいポーズ見せてほしいんだ。はい、やった、ありがとう。それじゃあみんな、カメラのご準備はよろしいですか。かっこいいポーズいっぱいお写真に収めてくださいね。お友達のみんなは一緒にポーズも真似越してね。それじゃあまずはお姉さんの方、舞台向かって右側のお友達にかっこいいポーズお願いします。わー、かっこいいね。ありがとう。それじゃあ反対側、大きなピップがいる方です。それじゃあみんな準備はいいかな。かっこいいポーズお願いします。わー、ありがとう。それじゃあお待たせしました、正面のお友達にお願いします。わー、かっこいい、ありがとう。アイクロンインターセプターに大きな拍手をお願いします。
映画とアニメ両方でドライブヘッドを応援してね。ドライブヘッドの緊急出動の際だからね。残念だけどみんなと一緒にいられるのはここまでみたいだね。そうだ、今から現場へ急行するドライブヘッドにみんなで力を分けてあげよう。お姉さんがドライブヘッドって言ったら大きな声でGo! レスキューって言ってほしいんだ。みんなお手手をグーにして準備してね。あ、ありがとう。それじゃあ行くよ。ドライブヘッド Go! レスキュー。うわ、いいね。とても大きな声が聞こえてきたので、ドライブヘッドの仲間たちの分まで今日一番大きな声を届けてあげてね。それじゃあもう一度